ちょっと前に、まあ、地元の集まりみたいなのがあったんですね、うん、で、まあ、そこ行って、まあ、わーわー充電したんですけど、うん、その場に、ある一人の、まあ、女子がいたの、うん、で、その女子は俺、学生の頃、まあ、ちょっと喋ったことなくて、あんまり、うんうん、あ、なんかいるなみたいな、うん、まあ、存在は認識してるけど、もちろんあ、その目立つ子でも、ね、そうそう、で、うん、そう、目立つ子でもなかった、うんうん、で、喋ったことないんやけど、うん、その子が、うん、突然ね、おもむろにこれ渡してきたな、あ、その学生時代喋ったことないのに話しかけてきて、うん、これ渡してきて、で、うん、これお守りみたいな、なんかお守りっていう風に渡されたんですね、これ、うん、うん、そう、お守りみたいな、なんか大事にしてね、みたいな、あ、これ渡してきた、うん、そう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 、なんかこう、なんか俺の身を案じてるかわかんないけど、あ、なんかプレゼント的な、そう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 、うん、まあなんでくれたのかはちょっとわからなかったけど、うん、だってそれまであんま元々喋ったことないし、目立つことないのに急に渡してきたの、まあこれ渡された時が、まあ絶対開けないでねみたいな、あ、お守りだから、だから結構確かに頑丈に留めてある、結構頑丈に留められてるんですけど、まあ、なんやろな、ということで、うん、まあ、持って帰ってきたな、まあ、お守りやから。うん、まあ、なんかこう、まあ、お前のこと思って。そうそうそう、そう、うん。まあ、お守りだし、普通に、普通の守りも開けちゃダメだよ、よく言う。そうそうそう。で、まあ、持って帰ってきました。まあ、ちょっと、まあ、ここにある答えはね、うん。で、持って帰ってきたんですけど、うん、なんかね、これを持って帰ってきて、まあ、この部屋に置いて、以降、うん、なんかこう、違和感というか、物音がちょっと聞こえるようになったというか、より、あ、昔より、そうそう、まあ、より、もともと、もともと、第三たちのとかじゃなくて、そうそうそう、もともとはあるんですよ、もともとあるんですけど、うん、より増えた、聞いたことないようなものというか、え、このタイミング今までなったことないとか、うん、なんかちょっと嫌な感じっていうのがやっぱあるのよ、正直。僕一応調べたんだけど、赤い封筒に関して一個だけちょっと怖いのを見つけた、うん、いや、これ多分、まあ、その人別にだってっていうか、お前の地元の人のことでしょ、はい、あんま関係ないかもしれないけど、うん、赤い封筒がたまに街に落ちてることがあるんだって、赤い封筒が、うん、まあ、こんな封筒なのかちょっと分かんないけど、いろんな形の、とりあえず赤い封筒が街に落ちてることがあると、それは絶対に拾ってはいけない。拾った人は死者と結婚をさせられる。死者って何？つかば、だから、っていうか、なんかその、これなんかな、調べたら、その、中華圏、特に台湾とかでよくある風習で、未婚のまま自分の子供が例えば亡くなっちゃったりすると、かわいそうだからっていうことで、生きてる人と結婚させられる。だから、落ちなってこいよ、何も知らず拾うじゃん、うん、そしたらもうその人の死者は結婚することになっちゃう、何そのっていう文化があるらしい。で、なんか最近その多分旅行とかで、うん、その日本にいっぱい来てるからかもしれないけど、海外の人がなんか日本でも封筒が落ちてることが増えてきたっていうで、拾うとそのもう絶対に強制させられる、一応なんか回避する方法もあるんだけど、なんかお金払うとかになったら無理よで、そういう場合は中にその亡くなった方の写真とか、まあ、私物とか、あと お金も入ってることもあるって言ってた、あと髪の毛とか、なんかそういう方のその方のものが入れられてることがあると。で、なんかその海外、まあ、台湾とかでその風習があって、落ちてて拾ったら、その拾うまでその親族の方がずっと物陰で見てて、拾った瞬間にわっと親族の方たちが囲ってくるみたいな、ですぐ結婚迫るみたいなっていう風習が、なんかこれ結構でも今日本でも赤い封筒がそういう感じでよく落ちてて、絶対に拾っちゃいけませんっていう注意はよく流れてる。で、なんかその拾っちゃって、まあ結婚することになると、もう一生その亡くなった方の、まあ、主人というのは、うん、だから亡くなった方からすると拾った人はもう私のものみたいな、もし今後例えばお前がそうなったとして、
今後誰かと結婚したら後妻というかその2人目の奥さんぐらいの扱いになっちゃうっていう風習らしい。風習なんや、うん、なんかそういう文化があるらしい。文化で他にもなんかあの捨てられてる、まあ落ちてる以外にも、うん、ポストに直接入れられてたりとかもするってことだったの。ただなんか一個気になったのが、例えばその、自分が拾っちゃって、うん、誰かに渡してもそれは効果ない。結局もう最初に拾った人のもの、一回ちょっとだからあれだね、せっちゃんたちに聞いたらなんかポストの風習に関わるもんだったらなんか分かるもんじゃないし、だからいろんな正直説があるやん、なんかもう分からないから、うん、だから今回ちょっとね、あの改めて動画に取り上げさせていただきましたけど、さあ今回なんですが、まあ前回からの続きで赤い封筒について、うん、皆さんに聞きたいなということで、うん、とりあえずまあ、一番最初に聞いておかなきゃなっていうのはもう山中とか、まあ、それからまあ皆さんね、せっちゃんたちにもですけど、悪影響はないですかと。まあそれですね、うん。まあまあ、皆さんも大丈夫というか、うん、なんか悪いことないかなとか、このままでもいいのかなっていうのをちょっとまず、悪影響がないかどうかをちょっと聞いておかないと、うん、かなと思います、はい。とりあえずまあ一回今日はじゃあ聞いてみましょう、はい。さあ設定完了しました、はい。せっちゃん、大さん、よしこさん、おしゃべり人形ですね、うん。まあ質問がこの赤い封筒、まあ皆さんとか山中影響ありますかという、うんうん、まあ、もしかしたらお前の感じではそのなんか気配とかそういうのは気のせいかもしれないし、そういうのも関係ないのかもしれないし、まあそうですね、いろんなとこ行くからちょっと他の可能性もな、まあ、それは確かに、まあでもちょっと聞いてみましょう、はい。
これがね、ちょっと見せますよ、今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください、これ。いや、これ通りたくねえわ、こんなん、おい。おお、やばいやばいやばい。これはいいなぁ。